おはようございます。釣り子 TV です。連休明け一発目の休みは千葉県のとずらっぱらダムにやってきました。前回ね、5月の2日来た時はもう大きいのからカズ釣りからいろいろ楽しめました。今日はね、絶好のなんていうか雨コンディションね、ちょっといろんな釣り楽しめるんじゃないかなってことで頑張ってみます。よいしょ、青木虫見ときましたよ。ふいー、おありがてえ、バッチリ吸い込んでる。いやーもうね、11時近いんだけど、ようやく釣れてくれましたね。青木虫のビッド、朝からいろんな釣りやってるんですけど、今日も全くね、魚を反応させられず、初めて買ったこの青木虫ミッドにしたら、ちょっとね、小ぶりだけど、つづらっぱらバス君連れてくれました。じゃあ、逃がしたいと思います。針はね、流儀のホビット、インフィニホビットの一番サイズでちょっと合わせてみてますよ。はい。じゃあ、まず、ありがとうさん。今日のタックルはね、こんな感じで、ゾディアスのグラスコンポジットスピニングにコンプレックス。それに PE ラインを入れて、このムシルはね、やってみております。じゃあ引き続き頑張ってみます。浮いてきた。くい。そのまま。うわ、見切る。うわ、擦れてる。かなり。それもかなり。青木虫ミッド見切るか。末期ですね、これ。なった。おお、丸のみ。はい、青キムシミッド2匹目、小さいけどね、いい感じで吸い込んでくれたんでありがとうって感じですね。イエス、はい、青キムシのミッド、さいなら、ありがとう。引
き続き青キムシミッドでやっていきやす。ゴールデンウィークを明けて若干お疲れさんって感じだ。待ってるとようやく浮いてきて、そんで超吟味して食うって感じ。よいしょよいしょ、小松3匹目。あー、バレた。バラシ。おお、これ仲裁バス吸い込んだ。あスプラッシュを今ね、スプラッシュしたら覆うようになって、だからどうだろう、野良ネズミとかがいい状況なのかもしんないけど、一点シェイクだとダメで、青キムシミッドのこのポップ音でこう追って食うみたいなね、これね、これがポップ音が、ここら辺が使い分けになってくるのかな。例えばまっすぐな頭のブーンと、じゃあこいつをどう使い分けるかっつったら、このスプラッシュ入れたらようやくバスが浮いてくるよっていう状況だとミッド優勢なのかなっていう。まあね、本当一点シェイクだったらね、だいたいどの虫ルアーでもできるからね。コンパクトシルエットで今みたいにプシュップシュッってポップン入れたらようやく食ってくる。そんな時はミッド使いやすいかもしれないですね。パクンチョ。飲んで。ああそっか。そうだよな。わかったわかったわかった。はいはい。よっしゃよっしゃ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 ミッドミッド。おおお、今日の中ではいいサイズか。ミッド。お、ちょっとサイズはバンナー浅いとこいたんだね。はい。お、こんにちは。はい、3匹目ちょっとね、サイズアップ。こんな感じで。少しね、30センチぐらいにはなったかな。こういう浅いところで食ってくれました。ガブッと丸飲み。結構ね、いいとこにかかっております。ミッド。ちょっとだけサイズアップありがとう。バイバイ。引き寄せられちゃったけど、こんな浅いところにいたバス君で、ミッド、やっぱ素材がね、壊れづらい丈夫な素材。ただし針先の隠し方とかを結構きっちりちゃんとやってあげないと、なんだろうな、
フキングの邪魔しちゃうことがあるね。まあなんつうかこのローライトで風もちょっと当たっててね、本当にいわゆる梅雨のトップウォーター日和みたいな状況だからありがたいんですが、ただ贅沢を言えばやっぱこの手の釣りはピカーンと晴れてね、ギルが浮いて、でシェードにバスも隠れて、そんな時の方がやりやすいかもです。このちょっと風波だった、軽いさざ波みたいな状況の時に口がポッパー形状だからアピールしやすいってのが、その他の虫と差別化するところかな。吊るしてじゃなくて泳がして誘いてえなーなんて時はこのポッパーがこうやってスプラッシュして寄せられるし、あとは小刻みにシェイキングすればその場でのドッグウォークもしやすい。おお、食ったね。こういうちょっと広いところでちゃっちゃかちゃっちゃか誘いたいなんて時はそこら辺がミッドを選ぶポイントになって、おお出たね。おお、こういう、そうだね、オープンウォーターで、もうちょっといいサイズ、おー、低い低い低い、元気、元気くん、よいしょ、こういうところで後輩に誘うんだと、使いやすいんじゃないですかね。はーい、ちょっとこういうね、オープン気味なところで、スプラッシュとポップオンで、探ってたらちょっとねサイズアップ、コンプレックスにゾディアスの組み合わせ、裏は青き虫のミントさんです。いいとこね、かかるね。はい、ありがとう。はい、というわけで帰ってきました。これ使っていたタックルそのまんまなんですけども、これね、青き虫のミッド、だいぶね一日使ったんですけども、こんな感じになりましたね。まあ一つはこの新素材のおかげで非常に針持ち、餌持ちがいいね、これが一番の特徴じゃないかなと思って、ちょっとねこの口元を最初にあの針いろいろ付け比べたりなんかしていてちょっとちぎれたんですけども、そんでちょっと奥目にグイッとねこうつけて針の位置とかいろいろ試してみて、こんな感じでインフィニーのホビットっていう針のね今一番ねつけているんですけども、非常にですねこの丈夫な素材が使いやすい。でポイントとしてはあの最初ついているですねシリコンラバーが、まあ使ってしばらく釣ってるうちにねいつの間にかなくなってしまっていたって、こっちの最後の1本も抜けちゃいましたね。こんな感じでね ある程度使い込むとこういう、裸の状態というかですね手足がもがれたようなこういう状態で、まあ芋ですよね、浮く芋みたいな感じになってしまうということで、本来の状態がこれね、いやでもほんとね餌持ちが良くて助かりましたね。まだ1匹しか使っていないんですけど、
来はこんな感じで、後ろが長めのレッグがついていて、前が短めの手がついているっていうことで、こんな感じで使い始めるわけなんですけども、最終的にはこんな感じになってくるっていうことで、これね本当に動画でちょっと映ってるか、これから確認なんですけども、まあ普通に虫ワームとして使う分にはまあまあ高性能な虫ワームとして、まあ浮くし、いわゆる一点シェイクとか木にぶら下げてね、こうちょん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 波紋を出してパフって食わせるとかね、そういうのはもちろん得意なんですけども、1日使って感じたのが、本当このポッパーカップがですね、非常に小さいながら優秀だなということで、なんていうかですね、まあそのラインとか、あと竿の硬さとかあると思うんですけども、スプラッシュ出したい時はピチュって前にね、こういい感じのスプラッシュが出せるし、またちょっとコンと溜めたようなトゥイッチを入れるとポコッとですね、ちょっとした小さい捕食音みたいなのも結構容易に出すことができるっていうことで、でドッグウォークね、それでちょんちょんやると結構その場のドッグウォークみたいなのも綺麗にこなしてくれてということで、本当歌っている通りですね、虫ワームなんだけど広範囲にちょっとサーチしようとするときはポッパープラグのような感じでも使える。でこういう感じでオフセットでしっかりと針が隠せるので、そのトリプルフックのついたプラグとかだと躊躇しちゃうようなですね、まあなんというか足が、生い茂っているところとか、あとは浮きゴミね、軽い浮きゴミのちょっとした隙間が空いてるピンスポット、そういったところにもですね引っかかりづらいので投げ込みやすい。ポッパー形状のこういった虫ルアーとしては代表的なところでいくと、オリガネムシとかね、ああいったところがありますけども、あれもね、もちろんすごいカバーとかにも入れられるんですけども、どちらかっていうとこうシングルフックが後ろからビヨーンと出て、ガードがそれを守っているっていう形状なんで、そういったやつよりも一段階奥まったところというかですね、カバーのきついところに入れ込みやすいな、そういったところと、あとはこの独特のね浮く素材が非常に丈夫なので、何度付け直してもね、まあここちょっとね裂け出してますけども、とりあえずうまいこと使えば全然、1日この1個で持っちゃうなっていう、そこら辺がまあブーンとかの使い分けになってくるんじゃないかな。ブーンとかはちょっとどちらかっていうとポップ音っていうよりも一点シェイクに特化したようなデザインになっていて、であと使い分けのポイントとしては、あっちの方がノリが良い、ね、こっちノリが悪いっていうわけじゃないんですけども、中空ボディっていうわけじゃないですからね、この針先のクリアランスが、まあ、ちょっともちもちの独特のこの、まあ、丈夫な反面だからいわゆる強めな素材が使われているので、デカバスが思いっきりガチッと食い込むと、まあもちろん問題はないんでしょうけども、小さめのバスね、アベレージサイズのバスを数釣りしたいようなんていう時は、あちらの方がプシュッとね中空ボディでこう針先のクリアランスが出しやすいんで、かけやすいのかなっていう違いがあると思います。でこの丈夫な素材ね、丈夫なのも相まって、この例えば針先をこう薄くちょっとワームの本体にかけて、より根がかりしないようにこうセットするじゃないですか。そうするとね、小さいバスだとこのちょっとしたかかりがこう外れないんですよね。これこんな感じ、今ねこれ素材がちょっと残って針先を依然守ってくれている、こういう状態になるんで、これによってあれ今のかかるはずなんだけどなっていう感じでかからなかったバスが、数匹いたっていうところもあります。まあその分ね、まあなくならないしテンポよく釣りが進められるっていうところがあるんで、その時の湖の状況ですね、そのもう本当に1匹が欲しいんだ、貴重なんだね、釣りのちょっとした大会の時とか、そういった時はもしかしたらああいった
ノリのいい、ワーム素材のねブーンとか入った方がいいかもしれないし、もうちょっとねカバーに強いところこういう少し太めの B ラインでガチガチ入れて、ああいうのってねワーム素材なんでちぎれやすいっていう要素もまあ乗りやすい反面あると思うんで、ある程度ね強い打ち込みしていくとね、キャスティングでそのちぎれたりね、あと1匹釣ったらちょっと付け直したりとかで徐々に弱っていくんですけども、それがないんでとにかくテンポよく、いいところにもうそういう一番奥のいいところで食ったバスはでっかいバスがそういう一本を取りたいんだなっていう時は、この素材の青キムシミッドなんかが効いてくるんじゃないかななんていう風に思います。でタックルはね最近使ってるこのゾディアスの260ミディアム、ライトのグラスの G がついてるねグラスコンポジットの竿、これでやってみております。非常にねノリがいいのと、いざでかいバスがねかかった時にすごい安定感のあるファイトができるっていうことで、今回はねこの260ML の G で、これにシマノのコンプレックス、ちょっと古い型のコンプレックスに PE ラインのこれ多分1号だと思うんですけども、8本より PE の1号ね、これを巻いてやってみております。もうちょっとね細い糸 0.8 号とか 0.6 号の方がよりねこの最長飛距離っていう歌い文句の青キムシミッドを遠くに飛ばせるんじゃないかななんて思うんですけども、まあ、結構ねダム湖のレンタルボートの釣りで近距離で、オーバーハングの下にスパパパパンって入れていくような釣りを想定していたんで、どちらかっていうと飛距離よりも強さ重視の糸を入れてやっております。何してもねオープンウォーターの方が釣れるななんて感じた時にすぐさまその泳がせてポッピングとかスプラッシュとかねそれで追わせる使い方に、付け替えるルアーとか付け替える必要なくすぐにシフトできるので、そういったところがこの青キムシミッドのでこの 1.7 っていうね非常にコンパクトな吸い込みやすいサイズになっているので、まあなんですかね、小型のバスなんかもポコポコと釣れてくれて、ね、いわゆる夏の楽しい釣りっていうのが展開できるんじゃないかなというふうに感じております。ということでですね本日の釣り子 TV はこちら出たばっかりのですねバークレーの新兵器青木大輔プロ第3弾のプロデュース作品ということですけども、青木虫のミッド、これでね、どんな感じか釣りをしてきてみたよとこういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。